なるべく早く移動したのはね。あ、本当。そうなの。すごいね、君たち合理的で。行くね。右だよね。まあ知ってもしなくてもいいけど、これなんか左にしか行けないって書いてあるんだよ。この写真撮るの忘れた、はい、こっちならいいだ。ちっちゃい。ここ本当はダメなんだよね。これで網出てきてる。今見えないよあれ、前の車べったりで。車の外装どこも当てられたりしてないよね。温泉です。だからそう、部屋で温泉浴びていいんだよね、誰でも。パパ、あの空調のないとこで待ってんのきついよ。だってパパずーっとあそこに座って待ってたら、もうなんかほんと具合悪くなっちゃうけど。で、あれ、そう。で、部屋のさ、シャワーが温泉なのに今日気づいた。あれだったら、あ、そう。すごい、タブでタンデム強い。ゆうちゃん見て、ゆうちゃんほら前なんか海に落っこちそうだよ。あの雨張ってあるよね、ところどころに。あ、ゆうちゃんでも寝るだろうね。そしたらもう遊びどころじゃない。何？ああ、そうそう。ゆうちゃんはいつまでも赤ちゃんの気分だからね、まだ。でも最後は自分の根性でたどり着けるかなと思って手を出さなかったの、パパ。そしたら自分で這い上がってきたじゃん。大丈夫だ、あんなのパパがすぐ行けばいいんだ。ああ、そう。
弥生ちゃん男らしい。すごいねこれ。Thank you.
してるね、ここら辺の子たちは。恐るべきことに。レッドバロン、ここにレッドバロンがある。バイク屋です。やべえ、ゆうちゃん寝ちゃった。起きないよね。まあ、そこの有名な博物館、怪しい少年、これあの明智、あのだからつまり江戸川乱歩なの、あの初代館長が、あのそのマニアだったのね。気持ち悪いものばっかり置いたの。なんか軽く日射病にやられてんのかな。あんだけ泳ぎまくって疲れないわけないもんね、どんなあれでも。これは部屋デザイン、これ美容室。こっちから入っていいの？え？わかんねえ。できたら起こして。
アウディの SF 見てまま。どっちが立派かって言ったら、ラブ4の迫力がある。そうね。起こしていいのかしらって感じで。ちょっと待って。あれだけ差し替えさせて。ちょっと消すね。今の磯道をね。